メインワンメインワンは北アメリカ大陸東岸沿い大西洋の湾である。その南西はマサチューセッツ州東端のケープコット、北東はノバスコシア州南端のケープサーブル島の間に広がっている。アメリカ合衆国のニューハンプシャー州とメイン州の海岸線全体、マサチューセッツ州ケープコットの北側、カナダのニューブランズウィック州南部とノバスコシア州の 西部の海岸線が囲んでいる。マサチューセッツ湾とファンディ湾もメイン湾の一部とみなされる。潮石変化が世界有数の規模となるファンディ湾があるのでメイン湾も看板差が大きい。メイン湾の海岸線はほとんど岩勝ちであり景観が美しい。湾岸で開発が進んでいるのはマサチューセッツ州ボストン、ニューハンプシャー州ポーツマス。 メイン州ポートランドとニューブランズウィック州セントジョンの拡大都市圏ぐらいである。氷河作用のために堆積土壌を海岸から遠くまで運んでいるので、大西洋東海岸では南部でよく見られるような砂浜がない。氷河時代に低水くらいであった時に海底が削られ、海底の体が南と東にあるので半分閉じられた海となっている。特に南端にある。 ジョージ図体がメキシコ湾流から守る形になっている。むしろ寒流のラブラドル海流の影響を強く受け、メイン湾の海水は南部の海水よりも冷たく栄養分に富んでいる。中央海盆のバレーは水深が1500フィートに達し、そこから海嶺が800フィートまで立ち上がっている。場所によっては水面近くになり、水面を越えて メイン湾の主要な地形メイン湾には大きな海盆が3つある。西にウィルキンソン海盆、北東にジョーダン海盆、南にジョージズ海盆があり、水深650フィートの等深線で互いに孤立している。ジョージズ帯の北にあるジョージズ海盆が最も深く、水深は1200フィート以上となっており、ノバスコシア大陸方の南西端にあって、 ジョージズイとブラウンズイの間の深い亀裂であるノースイーストチャンネルの外れにくぼみを生んでいる。ノースイーストチャンネルはメイン湾と北、大西洋をつなぐ主要水路である。もう一つ大西洋とつなぐ浅い水路がグレートサウスチャンネルでありジョージズイとナンタケットショールズの間にある。メイン湾の海域は69,115平方マイルありメイン州海域のすべて ニューハンプシャー州の70%、ニューブランズウィック州の56%、マサチューセッツ州の41%、ノバスコシア州の36%の海域を含んでいる。また、カナダのケベック州南部の小さな海域も含んでいる。メイン湾に注ぐ主要河川は、東からアナポリス川、シュベナカディ川、サーモン川、ペティコーディアク川、セントジョン川、 マガガダビック川。セントジョン川とペノブスコット川の水量が多い。冷たい海水、極端な潮汐混合、また、メイン湾の多様な海底のために、北、大西洋で最大級に生産的な海洋環境ができており、多くの海洋生物の生息域となっている。最も著名なのが、ダラ、アカディア酒、大西洋ニシン、アメリカンドブスターである。 ロブスターは特にその大きさが有名である。メイン湾は特にファンディワンとの境目付近が多くの種のクジラが夏を過ごす場所であり、特に絶滅が危惧される大西洋セミクジラが見られる。ニューハンプシャー州ハンプトンビーチの海浜9月下旬メイン湾は相対的にヨーロッパに近い位置にあるのでヨーロッパ諸国による初期植民地化の対象になった。 フランスは1604年にセントクロイ島に開拓地を作ったが病気、おそらくは解決病のためにも失敗した。イングランドは1607年にケネベック川の島にポパム植民地を作ったが1年後には放棄された。これは現在のバージニア州ジェームズタウンに植民地が作られたのと同じ年だった。続いて1620年に マサチューセッツ湾沿いにプリマス植民地が建設された。アメリカ独立戦争や米英戦争ではイギリス軍がメイン湾の一角を占領しニューアイルランド植民地を建設しようとした。二回とも戦争を終結させる条約でアメリカ合衆国に戻された。1960年代と1970年代、カナダとアメリカ合衆国の間でメイン湾特に ジョージ図体での漁業権など資源に対する権利をめぐって論争があった。この論争は国際司法裁判所に持ち込まれ、1984年にメイン湾の海上境界線が定められた。カナダとアメリカ合衆国は現在でもメイン湾北東部にあるマチャイアスシール島とその周辺海域についてその主権に関する合意ができていない。 メイン湾の海洋生物生息域である重要性は両国とも認識し、湾の南部にあるジョージ図体での不詳石油とガスの開発に対する政権を維持している。ありがとうございます。